1月14日と15日、砦の村々ではどんと焼きが行われました。青竹や稲束で矢倉を組み立てます。その日までこのように組み立てました。矢倉のことをどんどやとも言います。青竹などは小貝川河川敷から刈り取ってきたそうです。ここは砦市利根川緑地公園の会場です。午前中たこ揚げ大会がありました。昔は矢倉を子どもたちが組み立てていましたが、今は安全を考え大人が組み立てています。消防車も数台、救急車も準備されました。午後4時、矢倉に点火されました。火は勢いよく燃え始めました。30分後、ほぼ燃え尽きました。しのたけに紅白餅をつけて残り火で焼いて食べます。今年1年の健康を願うわけです。それでは勢いよく燃える様子をご覧ください。どんと焼きでは正月に使ったしめ縄やしめ飾りなども焼かれます。